石を発見。行くぞ。気をつけよ。我が渾身の一撃は食らうがよい。奥義後陣ランナー。うん、任せてくれ。強敵を発見。強敵みたいだ。気をつけて。マイ。はあ。行くぞ。アークス駆動。僕の番だな。敵から逃がしはしない。はっ。うん。道を切り開く。チャンスだ。俺の番。行っていこう。任せて。僕の番だ。そこだ。僕の番だね。俺の番だ。任せて。任せてくれ。さてと。なんとか勝てたね。
見っけ。行くぞ。うん、任せてくれ。あはっ、くらえ。さあかかっ、俺の番だ。私だ。僕の番だ。あ、今だよ。スキー、とどめだよ。僕の番だ。くらえ。俺の番だ。行くぞ。さてと、はあ、なんとか勝てたの。行くぞ。さてと、任せてくれ。あ、行くぞ。あ、任せて。敵発見。俺の番だ。チャンスだ。もらった。あ、そこだ。任せて。行くぞ。僕の番だな。しっかり待たせるがよ。我が剣にかけて。油断するな。マイ、全力でいくぞ。もらった。待たせるがよ。コンビ、マイ、行こっか。し、任せてくれ。行こっか。チャンス、スキリ、行くぞ。フェイ、右下、その程度か。精進するわよ。チャンスだ。私の、俺の番だ。任せてくれ。私の番。行くぞ。僕の番だ。私の番だ。行くぞ。行こっか。戦闘終了。あ、出口だ。やれやれだな。
写真発見。ああ、それか。うわあ、マキアスが可愛い。うん、昔は何とも言えぬ愛らしさを持っていたのだな。これか。こんなに頑固で口うるさいのになるとは。えい、人の昔の写真で盛り上がるんじゃない。さすがにお父さんは今と雰囲気は変わらないけど、隣にいるのはお姉さんか何かなのか。似たようなものさ。父方のいいとこでね、近くに住んでいたからよく遊びに来てくれたんだ。男二人の父子家庭、いろいろと世話になってしまったな。うん、過去形ということはもう結婚されて家庭に入られたのか。亡くなったよ、6年くらい前にね。そうか、マキアスが貴族を嫌っている理由だな。それって本当はこんな話誰にもするつもりはなかったんだ。だがそろそろ僕も少しは吐き出した方がいいかと思ってね。長くなるけど、みんな付き合ってくれるか。もちろんだよ。ぜひとも。どうか聞かせてくれ。ありがとう。姉さんは僕より9歳年上で、美人で気立ても良くて、僕にとっては最高の女性だった。さっきも言ったように、うちは正真正銘の庶民でね。でも父さんは役人としてかなり優秀だったみたいで、帝都庁で重要なポストを任せられて頭角を現していったんだ。清廉潔白を地で言ってたから煙たがる連中もいたみたいだが、それでも大きなプロジェクトをいくつも成功させたことで内外でかなりの評価を得ていった。母は僕が小さい頃にはもう亡くなっていて、でも近くに住んでた姉さんが男女体を世話してくれた。父さんも姪にあたる姉さんのことをすごく可愛がっていて、一緒に住んでたわけじゃないが本当の意味で家族同然だった。僕にとっては自慢の姉で、幼いながらも憧れの存在だったんだ。当然だけど、そんな女性を周りの男たちが放っておくわけはなくて、随分モテていたけどしっかりとしていた人だったから僕もちょっと安心だったんだ、彼が現れるまでは。彼は帝都庁に勤める父さんの部下にあたる青年だった。と言っても平民ではなくて由緒正しい貴族、それも伯爵家の跡継ぎという正真正銘のサラブレッドだった。ただ貴族にありがちな傲慢さや存在さは欠片もなくて、僕も会ったことはあるけど誠実そのものといった人柄だった。そんな彼が父に紹介される形で姉さんと知り合って、二人はお互い惹かれ合って身分を超えた恋人同士になった。正直子供心に悔しくて仕方なかったよ。でも僕の目から見ても彼と姉さんは本当にお似合いで、姉さんが幸せそうだったから仕方なく諦めるしかなかったな。そして父さんが仲人に立つ形で二人は婚約して、それが終わりの始まりだった。相手の実家伯爵家が露骨に潰しにかかってきたんだ。どうやら四大名門の一つ海援公爵家との縁談が急に持ち上がったらしくてね、平民の娘をめとるなどとんでもないと騒ぎ始めたんだ。父さんが帝都庁の要職だったから露骨な手こそ打ってこなかったが、ありとあらゆる嫌がらせや脅しが姉さんに対して密かに加えられた。愛する人を困らせたくなかったのか、父の立場をおもんぱかったのか、姉さんは結局一言も相談せず、ただ
ひたすらに耐え続けた挙句、自らの命を絶った。僕たち親子が経緯を知ったのは全てが終わった後だった。どうやら彼は最後の最後で姉さんを手ひどく裏切ったらしい。私は彼女に言ったんだ。愛称として大切にするからどうか我慢してくれと。なのにどうして命を絶つ。その後父さんはそれまで以上に実績を上げた。そして盟友であるオズボーン宰相と協力する形で帝都庁の貴族派を押しのけて、4年前に帝都庁長官、つまり帝都知事に任命された。これがレーグニッツ家の事情さ。そんなことが。だから貴族が嫌いになったの？ああ、僕は姉さんを死なせた敵を求めずにはいられなかった。相手の男に伯爵家、横槍を入れてきた公爵家、しまいには貴族の全て、貴族の文化や制度すら敵と思った。そして彼らに勝てるだけの力を必死になって追い求めてきたんだ。だけど頭のどこかでとっくに分かってはいたんだ。結局それはただの八つ当たりだったんじゃないかって。貴族や平民に関係なく、結局はその人なんだろう。相手の男は誠実ではあったが、愛する人を守りきれるほど強くなかっただけだろうし、伯爵家も自分たちの利益をただ優先しただけなんだと思う。平民だろうが悪人は悪人だし、貴族にも尊敬できる人間はいる。ユーシスのやつはともかく。ディーン、ラウラ、君たちにはそれを教えられてきたからな。マキアス、父さんがどう思ってるのかは僕にもわからないが、これが現時点での僕自身の偽らざる気持ちだ。そうか、そなたに感謝を。ありがとう、話してくれて。うん、でもマキアスも素直じゃないよね。ここまで来たらユーシスだってちゃんと認めてあげればいいのに。冗談じゃない、あの尊大で傲慢な奴を断じて認められるものか。いつもいつも人のことをガリ勉だの余裕がないだの。そこまでは言ってないと思うけど。それにほらユーシスってある意味天然っていうか、そんなに悪気はないと思うし。それが一番腹が立つんじゃないか。やれやれ。コーヒーと一緒にいい時間が過ごせたな。
行くぞ。We'll be right back.
長、結構いるね。ああ、ちょっと異国情緒があるな。
こなら釣れそうだな。それ。まずまずだな。